織田信長は、安土桃山時代の武将、大名。織田信長の三男。伊勢国北部を支配していた豪族神戸氏の養子となって、これを継いだため、神戸信長とも名乗った。永六元年4月4日、尾張国の戦国大名、織田信長の三男として、同盟は、関八とも伝わるが不詳。通称を37内市37郎。母は、信長の側室。 坂市で北伊勢の皇族坂市の女であるという以外の出自は一切不明である。広く知られた伝承では、着男、織田信忠の聖母、伊古間殿が同月に第二子、茶仙丸を出産し、実は、信忠の方が、信夫より20日先に生まれていたが、母の身分が低かったために報告が遅れて、三男とされたという。次男となった信夫は、通称で三助とされ、 20日早く生まれて三男となった信孝の通称が37とされた。信孝はこの出生時の不満から信夫に敵意を抱き続けていたと解釈されてきたが、それは古くから信じられてきた俗説であり、史実としてはそのようなことを伺わせる資料は見つかっていない。信孝は初出の三男に過ぎなかったが、信長が四。 男以下の子供をほとんど帰り見なかったことを思えば、特に目をかけられていたと言える。A61 年2月、信長が伊勢国北部を平定した際に、降伏した神戸城城主神戸癖の養子とされた。これは、押入れ婿で、神戸家と関屋の不快をよそに家を乗っ取るための計略であったが、以後は神戸37郎を名乗っている。養子入りに際しては、 入兄弟の甲田彦衛門が伝訳として付けられ、信長家臣からは、岡本太郎衛門、坂千歳、三宅権衛門、坂口縫い殿、女、山下三衛門、末松吉左衛門らが、信高月として付けられた。伊勢国の関市一族の関、峰、国府、株としらも、より木とされ、このほか、峰武衛門、山次団左衛門の上田門戸、野野健彦の神。 吉川九兵衛、岡本市、長尾市、神戸市、安井市、賀西、林市などの長家臣として見られる。元気元年頃より信孝は、養父の愚政と不仲となり、信長は、愚政を伊勢沢城に強制的に隠居させ、さらには、ガモウ秀に命じて、大江日野城に遊兵させた。翌元気2年、このような形で信孝は、神戸市を継いだので、同時に、 家督相続に反対した旧神を粛清し、高岡城主の家老、山地団城中を切腹させ、120人の家臣を追放した。引き続き神戸家に仕えた家臣団が480人であったことから、これを神戸480人衆と称した。相続後、信長の命令で神戸県知と呼ばれる県知を行い、城下に落一落座、天馬勢を敷くなど、 領地経営に力を注いだ。神戸城下は伊勢山宮街道の宿場として大いに栄えた。なお、勢い集軍記、柏崎物語によると、元気3年1月に、兄の信忠や信夫と共に、岐阜城において元服して、果敢役は柴田勝家が務めたというが、資料に残る名乗りを見ると、信忠の元服は少なくとも天正元年頃であり、 兄より先に元服したとは考えがたいために語源の可能性が高い。実際の元服は天正元年7月以降と考えた方が妥当であろう。よりきであった関森信は本来神戸家の本家筋で上位である名門関氏の当主であり、信孝を軽んじてこれに従わず不仲であった。しかし、信孝の伊勢入国は単なる縁組ではなく、 信長の支配政策の一つであって逆らうことは許されなかった。その反抗的な態度が信長の耳に届くようになると、天正元年春、関森信はついに信長の歓喜をこむり、ガモウ秀に身柄を預けられて、大海日野城に遊兵された。森信の居城亀山城は没収され、信高の所領とされた。天正二年七月、第三次長島一行一期攻めに従軍したが、 これがウイジンであったと考えられる。長島平定後は、滝川一正が北伊勢四軍に封じられたため、伊勢国は滝川一正、神戸信隆、長野信金、そして翌年頃に北畠氏の家督を継いだ信男の四人で分割統治されることになった。これらの伊勢州が織田家の遊撃軍団として、以後各地を伝染した。この頃の信隆の支配地は、川の軍。 鈴鹿軍の二軍のみで、五万国ほどの治行であったという。天正三年八月、信金信夫と共に、越前一向一騎討伐戦に参加し、残党狩りにも活躍。天正四年には信夫が家臣を暴殺した、三世の変の後始末に出陣し、天正五年二月には、織田の家徳を相続した、信忠の指揮下で最下攻めにも参加した。神戸城、同年十一月、 15位下次中に除任された。天正6年4月に、信忠に従って、大阪兵に出陣し、5月にも、同様に、張馬国に出陣した。6月27日の歓喜城攻めでは、足軽と先を争って、勇敢な戦いを見せた。同年11月には、荒木村重が無本を起こしたので、信長は討伐戦のために、安土を出陣したが、信孝は、 安土城の留守居として残された。しかし間もなくして信忠が出陣すると、信忠もこれに従って出陣して、高槻城皇位に加わる。以後、有岡城方位の真中、信忠の指揮下で、有岡兵、張間三木兵などで活動した。信忠は、信忠軍団の組下にありも、信長の側近としても活動した。天正8年、村井貞勝を補佐して、しばしば在京し、 金利との交渉にあたる。6月29日、大木町天皇から杉原十条と根利口十回を賜った。7月、本願寺教所が退去するに際して、生死を交わすために上京した信長に随行。同月28日、人所とした妙満寺に、吉田金和、水瀬親具の訪問を受けた。12月に、再び金中より焚き物を賜った。同年、伊勢では、 神戸城の拡張工事に着手しており、五層の天守や多数の矢倉を持つ金星城郭を完成させた。また、この頃、信隆が筒井淳慶の勇士となって、大和国の国持大名になるという風説が奈良で流れたが、これは実現していない。天正9年正月15日の詐欺町、2月27日の馬揃えに、それぞれ連練衆の一人として参加。 馬揃えでは、信忠が、騎馬八十期、信男が三十期、信金が十騎期、同じく信忠も十騎期で、津田信澄も十騎期であり、一門の中で信忠は、第四位の序列であった。7月25日、信忠、信尾、信忠の三名は、安土城に呼ばれて、信長から直々に名刀を配慮した。9月7日、信忠は病気の村井貞勝に代わって、 金中に袋を献上した。信長は、同年8月17日に、高野清数百人を安土において処刑し、機内で唯一信長に従わない高野さんを屈服させるために10月より、高野さん攻めを開始していたが、高野春秋編年収録では、この遠征の総大将を信高とする。他に、これを裏付ける資料はないので、総大将であったかは定かではないが、 翌年春頃には信孝も奇襲に出陣していたと考えられる。このために同時期の会、武田氏との戦いに参加できなかったが、木曽義政が武田勝頼から離反するに際しては信孝が取り次ぎ役となって、天正9年中に信孝が所要安堵の約束をしている。義政はその後も信孝に通じて徳川家康との両使いになった。四国攻め及び、 本能寺の変も参照天正10年正月15日、前年と同じく信高は詐欺町に、練習として参加した。2月、信長は交渉決裂した長祖壁氏の聖伐を決意。信長の品の出陣と同じ9日に、三好先岸に、四国遠征の先方を命じて一足先に、出陣させた。信長は4月22日に、安土城に帰還すると、 高野さん攻めを一部中止して、5月7日、信高を四国攻めの総司令官に抜擢。指揮権を与えられた一門衆は、信忠、信を信高の三人のみである。織田軍記では、信高のおかれた地を、南海の総監と呼んでいる。この時、信長は、主院状を出して、征服後には、佐抜一国を信高に与えるとし、阿波国は先岩に与え、いよ、 とさ二国の貴族は信長が、淡路島に出陣した時点で申し渡すとした。信孝は、四国の国人統制の心得についても上書で、悟されている。また信孝が、三好先祈の養子氏となり、三好氏を継いで、四国を治めることが予定されていたようである。同時に、神戸犠政は赦面されて12年ぶりに幽閉を解かれ、隠居地の伊勢沢城に戻されて、 信ぶ遠征中の神戸城の留守協約を命じられた。信ぶは、所領の北伊勢の川の鈴鹿二軍の15歳から60歳に至る名主、百姓をことごとく動員した。それでも足りずに、伊勢国内の浪人衆、伊勢各地の国衆を急遽召し抱え、近隣の伊賀衆、甲賀衆を700の800人、紀州の最下衆1000人も加えた。信ぶの長州は丹州にも及び、 国州に対して兵糧、海馬、武器弾薬、船人夫を調達して、四国遠征軍に補給するように命じていた。このほか、南山城国相良軍にも動員令が出ていたことが分かっている。5月27日、信高はこのように各地から集合したものであったという兵一万四千を従えて、安土に施行した。信長は四国遠征軍の副将として、 小田氏の宿老、庭長秀、その義弟、八谷頼高、連習州で信孝の自席である、津田信澄を伏しただけでなく、イエズス会に本年間によると信孝に、人より大名におなりこうというほどの妊婦、馬、兵糧、黄金など莫大な贈り物を与えたという。翌28、29日、軍勢は、摂津国に至り、信孝と頼高は住吉に、信澄は、 大阪に着陣した。堺には、久喜義高率いる、鉄鋼船9隻を含む島、鳥羽水軍、紀伊海賊州の100層が、すでに待機しており、信高は、堺でさらに200層を調達して出港する、つもりだったが、これは、堺商人らにとっては、もってのほか迷惑であったという。四国都会の結行は6月2日または3日に、予定されていた。しかし、 まさに6月2日早朝に本能寺の変が勃発した。山崎の戦いも三照京都での異変の知らせが届いた当日、寄せ集めの軍隊からは兵の逃亡が相次いだ。返事を聞いて大部分は彼を捨て去ったというありさまだったために積極的な行動ができずに信孝にはなす術がなかった。6月5日、信孝は庭長秀。 八谷頼高と測って、明智光秀の娘婿であることを理由に、大阪城千眼屋倉を襲って、津田信澄を殺害した。不退状況や資料を見る限り、信澄が本能寺の変に加担していた様子はないが、家た日記の三日の城にも、明智日向、守尾田七兵衛別神家とあるように信澄が、関与しているという噂が流れていたのは、事実のようである。 噂話に翻弄されたに過ぎないが、信澄を殺害したことで、37殿は勇気と信用を獲得し、直ちに河内国のあらゆる有力者たちは彼を訪れ、主君として認めるに至ったという。6月11日、橋場秀吉が中国内外市で、備中高松城より軍を返して、摂津国尼崎に着陣すると、信高は出向いてこれと会見した。十二日、 秀吉は、信孝、長秀の到着を待たずに軍議を始めて、配置を定めた。秀吉は、宿老の庭長秀を総大将とすることをしたが、長秀に固辞され、戸部来合戦の総大将としては、名目上は信孝を立てて、実際には秀吉が軍を指揮することに決まった。十三日、五爪の信孝勢は少し遅れて、摂津国府殿で合流するが、山崎の戦いで、 明智光秀を撃破して、父の仇を撃つことに成功した。この戦いでは、信孝勢も、野野剣彦の心が、斎藤都蔵に打たれるなどしているものの、対抗期によれば、信孝の手勢は、わずか4戦で、主力の2万世を率いて、実質的な総大将として、全軍を指揮した秀吉がその後の主導権を握ることになった。14日。 朝廷から信孝と秀吉のもとに直使が訪れ、立ちを授かり、勝利が祝賀された。同日、村井貞勝の一門の村井清造が前日深夜に、信氏に打ち取られた、明智光秀の首と胴体を信孝のもとに届けたので、16日、本能寺の信長果てられこう後に、明智勢三千の教師と共にさらさせた。また、全関白、この江崎久が、 本能寺の変に加担したという噂を信じ、17日から23日までの間、軍勢を発して征罰しようという勢いで行方を捜索させたので、楽中はこのような信孝の厳しい戦議に震え上がった。しかしその後、信孝は刑を去って各地を沈むしながら、美濃に向い、情勢の沈静化に努めた。6月27日、清須会議が開かれるが、 信夫と信孝は会議の席上から外された。八そ年法によれば、信孝が天下の主となるという噂があったようであるが、会議の結果は天下人を定めずに四人の宿老の合議制とし、ただ、織田家督は、信長の着孫、三法師が継ぐと定められて、信孝は兄、信忠の領地であった、身の国一国と岐阜城を与えられることになり、 道場で三宝士の貢献役を務めることになった。変の後、岐阜城は、家事伝承主、斎藤都市が選挙していたが、利隆氏は城を信鷹へ明け渡してその過労に収まった。詳細は、清洲会議を参照7月4日、信鷹は、本能寺に対してお触れを出して、信長のお屋敷として造成された、本能寺や土地を墓所とするように命じ、重曹を戻らせるように指示した。 家督の問題が片付いた後、機内を支中に収め同じ宿老である庭長秀、池田恒大を実質的機関に置いて、織田家の主導権を握った秀吉が天下人を継いだかのような行動を取り始めたために、信高はこれと反目して、同じくこれに不満を持っていた柴田勝家に接近した。10月頃、勝家と馬直しの方との根気が岐阜城で行われたが、これを仲介したのは、 信孝だと言われる。従来の説では、秀吉も、推しの方を所望したが、信孝が清洲城にいた推しの方を説得して、秀吉の求婚を断らせ、勝家との再婚を取りまとめたと言われている。しかし、勝家の書状には、秀吉と申し合わせ、主筋の者との結婚へ、皆の承諾を得たと書かれたものがあり、むしろ秀吉が勝家と推しの方の再婚を進めたという説もある。 そのため、結婚の経緯や時期について、資料では確かなことは分かっていない。10月6日、柴田勝家は、堀秀政を介して秀吉が、清須会議の決定に違反していると通告し、初代名に弾劾状を送った。一方で、同月10日から15日にかけて、大徳寺で、秀吉自身を模試とした、信長の葬儀が、大々的に行われた。では、伊 橋場秀勝、信長の入兄弟でもあった、池田恒興、古心親子が参加したが、当主、三宝氏、その後見人の信を、信高、宿郎の勝家、滝川和正はこれに出席できなかった。10月28日、橋場秀吉、庭長秀、池田恒興の三宿郎が、清須会議の決定を保護にし、織田信夫を暫定的な織田家当主として、主従関係を結んだ。 あとにこれは、徳川家康も賛同して、信夫を支持した。両陣形の対決が、不可避の情勢になると、11月2日、柴田勝家は、前田利家を介して秀吉と一旦は僕したが、これは、勝家の領土が雪国で、冬は行動が制限されるためであった。それを見抜いていた秀吉は、逆に、前田利家を調略した。三方子は、安土城へ移ることが、 清吉会議で決定していたが、信孝は三奉師を岐阜城から離さなかったので、これを謀反の口実として、12月2日、秀吉と信は三奉師奪還を名目に挙兵した。庭長秀、池田恒尾ら諸将の多くも、秀吉を支持して加勢した。雪で勝家が動けないままに、秀吉は長浜城の柴田勝豊を下し、信孝の岐阜城を囲んだ。 依然として、美濃を掌握しきれていなかった信孝は降伏せざるを得ず、12月20日、三宝氏を秀吉に引き渡すとして、安土へ送り、母の坂氏や乳娘らを人質として教室しては僕した。この結果、東美濃で独立的行動をとっていた森長吉、稲葉両通りだけでなく、よりの氏家ゆきらも、信孝側を離れ、家老の岡本義勝。 斉藤と市境も、秀吉側に寝返った。寒兵衛信孝増上記の、たらちねの名を爆出さじ、あずさゆみ稲葉の山のろと醤油とも、は、天正期にある信孝の辞世。天正11年正月、まず北伊勢で、反秀吉派の滝川一正が挙兵した。秀吉は一をを討伐するために軍を派遣し滝川勢に占領された、国府城を奪還したが、 それ以外の城は落とせずにいた。さらに3月になると雪解けと共に挙兵した、柴田勝家が大海に出陣した。長島城を攻撃していた秀吉は、勝家の出陣を知ると、ガモ氏里織と田信に伊勢を任せて、自身は北大海で柴田軍と対峙した。すると4月16日、滝川、柴田の動きに交応して、秀吉に降伏していた。 信孝も岐阜城で挙兵し、秀吉に服属する稲葉義道の所領の城下に対して焼き討ちをさせている。信孝挙兵の法を受けると、17日、秀吉はすぐに美濃へと出陣したが、大雨により大垣城で足止めを受けた。20日に、静ヶ岳取で戦闘があり、これを知った秀吉はわずか5時間で、大海に帰還し、勝家の軍勢を破った。 敗退した勝家は、本拠地である、北の省城に逃れるも、城を包囲されて二十四日に自害した。詳細は、静ヶ岳の戦い及び、美濃大返しを参照の真大坊にある、織田信鷹の墓4月末頃、秀吉は、信尾の軍勢に、岐阜城を包囲させた。この頃、秀吉は、信鷹と内通したとの疑惑で、敗下の犬沼町を継ぎを処刑している。頼みの綱である、 柴田勝家を失った信孝は、やむなく会場をすることになった。一説では、降伏したのではなく、信男が信孝を欺いて、和義を持ちかけ、岐阜城を会場をさせたという。信男は信孝を、終わり国へと向かわせたが、信孝の家来の戸様衆は離散し、神戸480人衆は団結して帰国した。主人に準じようとした家来は、大田新在門城、小林神兵以下、 27人の近所のみだった。信孝に仕えた武士たちは、秀吉に嫌われて登用されなかったとも伝わっている。信孝は、長良川を下って、終わり国地田軍に走り、野間の内海大御堂寺に退いた。ここの暗陽院で4月29日、または5月2日に、信尾の命令によって信孝は自害させられた。これには、秀吉の内意があったとも言われている。 信孝は切腹の際、腹をかき切って、腸をつかみ出すと、床の間にかかっていた梅の掛け軸に増物を投げつけたと言われる。去年26。安陽院には、担当とその地の跡が残る掛け軸が伝来している。大田新左衛門城は、解釈を務めて後、自害して巡視した。信孝の辞世は二つあり、当時の資料である、天正期には、たらちねの名をばく出さじ。 あずさゆみ稲葉の山のロと醤油ともと記されている。ただし、伝承期には自決した場所が岐阜城になっているなど間違いも見られる。もう一つが大閤期などに見られる、昔よりある字を、内海の、のまなれば、報いを待てや、橋しば然である。信孝の秀吉への激しい怒りが感じられる句であり、同じ終わり国の間の内海で、源義友を騙し討ちにして、 平の清盛に首を剣じた、逆臣、長田忠宗の古事にかけたものと言われる。ただし、出典は、江戸時代以降の軍記物であり、同時代の資料ではない。信孝の家臣は、大野の海音寺で信孝の葬儀を営んだと言い,い、同時に遺灰が残っている。また、信孝の首は、家臣の大塚庭か、左衛門の長政が神戸に葬ろうとして持ち帰ったが、戦乱の末に果たせず、 席に葬ったという。大塚はもともと信孝より、信長供養のために、福蔵寺の創建を命じられていたので、ここに首塚を作ったようである。しかし、福蔵寺には、異範があるが、首塚の墓碑を紛失してしまっており、現存しない。今は400年期に新しく作られた、供養墓に形を変えている。信孝の墓は、前述の障害地である安養院跡地のある、大御堂寺と、 この複雑寺にある。公式には男女を問わず子はいないため、子孫は存在しない。ありがとうございます。